これこっちからギターどうすんだ弦エンドロックスみたいにね。そうそう、ここで止める。あ、そうなんだ。ですよ、クロードローズ全部そうなんだ。シンジです。ジェミー、リョウジです。ジャストリーバーです。ジュニアクです。エビバキ。あ、メダルルームにようこそ。シェイクミー。シェイクミー。もうわけわからなくて間違えちゃったけどね、最後。Yeah. ということで、今回の語り部は、ジャストリーバー。イエス。お題は当然、シンデレラでございます。しましたね。初シンデレラですね。初シンデレラ。シンデレラのナイトソングス。ああ、夜の歌。夜の歌。ナイトソングス。ナイトソングス。シンデレラ、1986年。はい、あは。ナイトソングス。はい。フィラデルフィア。お。フィラデルフィアなんだ。フィラデルフィアです、ね。フィリーズですね。ホラーのぞフィラデルフィア。いいね。いいですね。特にダリルホールはね、フィリーズホールを前に。それで、はい、ボンジョビに見つけられて、はい、ああ、ということになってますよね。そうそうそう。で、ボンジョビのスリップリネットのツアーとか、あ、ラウドネスの、うん、なんだっけ、サンダーインジースト、その次のアルバム、なんかそういう、はい、シャドウドボー、ハリケーンアイズとか、ちょっと忘れました。あれはソルジャーボフォーチュン、まあいい。で、の前座とかでこうずっと使ってもらってて、待って、東京ドームのボンジョビ公演にも必ずいましたもんね。まあ、必ずじゃないです。いましたね、シンデレラ。でシンデレラはあれですよ、あのトム・キーファーでしょ。イエス、イエス。口でかい、口でかい、うん、でベースがエリック・ブリッティンガム。よく名前出ましたね。だからウィーキーで覚えてきた。あ、そうか。で、もう一人がジェフ・ラバー。おー、ギター。ジェフ・ラバー。で、フレッド・コーリーがドラッと。これ今でもこの4人なんですか。今どうだろう ね。今活動してないんじゃないかな。してる、してる。だってあのモンスターブロッククルーズ出るもんね。まあ、あ、そうか、出る。でも、オリジそのメンバーでやるんじゃない。ああ、いいですね。で、あの本当はそのトム・キーファーとエリック・ブリッティングの2人がオリジナルです。もう2人がいたらしいんだけど、ドラムとギターが。それはあのブリトリー・フォックスやるためにみたいな。ああ、そっくりだね。ブリトリーフォックス出てきた時もシンデレラそっくりじゃん。本当にそれは本当そうですね。本当そうなんです。まあコラボっていうかパクラーっていうか本当に繋がってると思わなかったんだけど。そうだったんですね。っていうのがウィキに書いてありました。あ、まあでもこれ結構やっぱ当時衝撃でしたね。衝撃。うん。まずそのシンデレラっていうこう甘い名前っていうのがスイートな感じが。僕もねメタル聴き始めでね、なんてのバンド名だと。いいのかと。そうそう、なんか真逆言ってるよね。真逆を、ね、本当何のジョークかと思ったもん、ね。シンデレラでトム・キーファーでしょ。顔がうちの母親はちなみに興味持ってましたよ。何あんたシンデレラって聞いてるの。結構親に食べるんですけどそれで、ね、いらんで、あの20年前のね、ギターキッズ的に言わせてもらうと、はいはい、あもちろん、はい、あのねすごい簡単なんですよ。そうそうそう、リフとかも簡単だし、ソロとかの早弾きとかも、はい、この当時ってもう流行り伝説時代で、はい、もうあのタブフとか見ると6連符とか16分音符とかもうザラだったんだけど、はい、この人たちもうほんとなんかタラララ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 みたいな。じゃあヤンギター的にはパンダです。いや、そう、パンダヤンギター的にはパンダ。ゾウじゃなくて、そうそう、ゾウじゃなくてゾウとかライオンとかワニとかじゃなくてパンダ。しかもノースカズ。そうそう、しかもこの録音の時にはあのもう一人トム・ギーファーじゃないギターリストは弾いてないんだよね。そうそう、そうなんジェフ・ラバー、うん、別の人は弾いてない。そうですね。それぐらいね、あの、まあ、ポイズンと同じぐらい、あの、ね、技術的には、まあ、そうそうそう、CC デビルもなかなかいける口ではあると思うんですよ。いける口、先はいけるけど、ギターはいけないんだから。PV は相当ね、回ってましたよ。そう、それギターがね、うん、まあ、とにかくね、ギターってライターなの、そうね、ギターを回すのがもう、本当に衝撃的です。あ、そうそう。もうすぐ真似したもん。そうそう。あ、これ、いや、でもさ、俺も真似しようと思ったら天井にぶつかりそう。これで俺すごいエピソードがあって言っていい。あ、俺もあるから。俺ライブ、兄弟だから。どっちかライブとかじゃない。違う違う。行きましょう。俺ライブハウスでライブやったの。まあ当然もうシンデレラとか高校生の時。高校の時。ライブやったんですよ。
当然回すじゃないですか。したらこのこっち側のピンが外れて客席に飛んでったことあるじゃないですか。でしかもそれビデオで撮っててビデオに向かって飛んでるギターのヘッドから何の PV ですかそれ。もうねびっくりした。マジですか。それ何ですか。そのねビデオ残ってないんだね。残念だね。もう本当ね、まあ、ギター回しですね。そうそう俺もこれ、まあ、あれギター回しは2回目あるんだ。あのねあのピート・タウンゼント双方に次ぐ技だって言われてるね。ピート・タウンゼントウィンドミル双方ね。これねあの慶応のユイちゃんもやってるやつね。ああウィンドミル双方ですか。ジャガーシェアそれでもうでまずとにかく回したいと回したいと思うよね。ライブの時に思って憧れですよね。でまず、はい、あのまずストラップ変えなきゃいけない。ここなんでストラップとネジで外れない飛んでっちゃうから普通にこう引っ掛けてるんだね。そうだなそのつそでそれがね、あとちょっと滑りやすい、はい、なんか合成比較そうそう違う違う革じゃねえや。そうそう革だと裏がタラタラしてるからダイロンとかのストラップです。ダイロンのストラップで、あとその次に、はい、シールドをワイヤレスにするんです。ワイヤレスにしないと回らないから、ね、あのそれ言うならヨークもね回りやすいようにした。そうそうそうあとここ擦れるから襟付きね。そういや普通襟あそうあのあの T シャツとかだとここ擦れちゃう。タンクトップとかもこう切っちゃうから。裸無理ですね。そう裸無理。あこのハンクさんうるさいね。熱いですね。でも音こいつは、うん、あの前派だった。前から前派。俺は後ろから前派だってさ。シンデレラ後ろ派だったよ。そうシンデレラ後ろ派。こっちこっちはスティーブ・マイとかこっちなんだよ。ああ演技とかこっちなんだよ。こっちヘッドをヒュッてやってくるって回すのとあれがねこう多分でも技術的にはこっちの方が難しいんじゃない。こっちは簡単簡単なの。でもねこっちはちょっと怖いんですよ。えこっちはなんかせいぜい回してたの。俺回してた回してた。そうルスライブでやってで回すときはしゃがむのちょっと上で。ちょっとねダサいバーって昔やられたら髪とか長かった。いや長かないけど長かないけど回すのは回してた。回すのは回すのは全然できないから残念ですね。回したいけど俺は回すの回すためにねやっぱワイヤレスのセットとか買うから金かかんない。そうそうそう自前で自前で自前でありますね。回すためだけにね。そんなにギターの広いのもギターの練習をせずに回す練習ばっかりした。広いところでね。なるほどね。すごいです。これ隣のベーシストバーンとかなかったんですか。ねえそういうのはないってね。まあステージはちょっとね別で、よくあの PV でぐるぐる回ってたのが、はい、サンバディセイミーで、あーサンバディケタタタテテテレテテテレテテテレテテレ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 ジャーって伸びるとかってそこで必ず回すからでキャッチした時が気持ちいいのね。これ見た人みんな回したくなりますよマジで。ここで実演中で残念だよ。分かった。あのワイプで俺が回してるとこ入れるわ。でも肝心な曲についてどうですか。今かよ。さっきも言ったけど簡単。ギターはなんか6位だ入門編みたいな曲ばっか。あね、曲はねリフもそう。これさこの兄弟俺たちがいなくなったらずっと話してる。曲はね仲がいい。あのノーバディーズフールとかねいい。あるの。いいいい。ノーバディーってね。これもう声高いね。ナイトソングスっていうのが一番。もう本当タイトルトラックで1曲目なんだけど、うんまあ、一番渋いとかしょぼい曲なんですよ。そこからとシェイクミーとかだから俺も高校の時これ議論になったんだけど、うん、タイトルをナイトソングスにしてこの曲なくせばよかったのよ。あっ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 もうギター回すのはちょっといいやつ、まあ、狭すぎてやめない。ナイトソングスよく聞くと、やっぱりいいシンデレラは、あのこのアルバム本当やりたかった曲とか、やっぱり売れたくてキャッチーなのを作ってて、うんうんうん、やっぱりロンコールドウィンターね、うんうんうん、やっぱりこうブルージーなところとこう合わさってって、その時ハードブレイクセーションでも完全にブルージーな方になりましたね。俺そっちの方が、アルバム的にはそっちの方が、曲的にはそっちの方が、いやでも、ね、このアルバムも基本全部、うん、ラドレミソラのブルース進行よ。ラドレミソラサンバディセンミーとか、まあもちろんそうなんだけど、この人は違うからね。そうそうそう、これメタルだもんね。そうそう、でもコード進行とかすげえ基本的。なるほどね、うん、じゃあみんなコピーしやすいコピーしやすいおすすめ曲っていう感じも。そうそうそう、一瞬だけね、僕のシンデレラで言うとですね、やっぱ来日公演はね、行ったんですね、うん、
で2枚目のねロングコールドウィンターで新宿高専年金行ったんですよ。で前も言いましたけどクイーンズライシュとねあのシンデレラの席全く一緒だったんですよ。まあそれだけが言いたいんですけど、ね、クイーンズライシュの時も言ってたよね。そう9列目で一番右だった一番それ、それまだクイーンズライシュの時まだ言うんでしょ。いやもう言ったからでみんなこうやってた当時はね。そう、まあ、そんなクイーンズライシュですかね。まああのそろそろねお時間ですよ。お時間ですね。じゃあ締めよう。締めね、はい、夜のともにナイトソング今じゃないだろ今こうなっちゃったもん、ね、もうなんかあのうなぎパイみたいですね。え、まあまあまあ、ボンジョビがよく見つけてくれたと。ボンジョビの弟分っていう割にはもうなんか、ね、全部ねマイナー進行やる。あ、俺から言うとナイトあのシンデレラとこのナイトソングスは全部ラドレミソラなあれでもなんかボンジョビのアルバムでこう入り口ですれ違うところとかあったよね。あーあの PV の、まあ、PV で。でもねやっぱロゴかっこいいですよ。メタルバンドですよね。で僕はどうしてもね気になるのはねトム・キーファーのこのポーズなんですよ。このポーズですよ。そんなポーズがあったっけ。ああこうなんですよ。これね。で最後ねどうしてもねいつも乾杯閉めるんですけど、メタルループでしたってしやりたいんですよ。ああこれね。まさにねこれよく見てください。こうですから。トムキーファー。トムキーファー、うん。こうじゃないですよ。これ日本の芸人でもこういうことやってる人いますで。こうじゃない。口裏はバッチバッチ誰だっけ指だ、うん、こうだ、うん、ね、じゃあこれで締めましょう。バン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 、ね、じゃあシンデレラ夜のお供にナイトソングス。じゃあ夜のお供にナイトソングス。あ、メダルルームでしたトムキーファーです。トムキーファーでしたトムキーファーでした。こうね